サラ、どこ行っちゃったんだろう。まさかケルザレクを追って行ったとか。彼女はミキウダに託されたものがある。軽はずみなことはしないと思う。きっといろいろ考える時間が必要なんだ。その後どうするかは彼女が決めることだ。さあ、目的地に着いたわよ。君たちはシスロディアから来たのだったな。ならば来る時のもんではな。南の門に向かいたわ。戻ってこなかったね。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。この国にも壁はあった。だがここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん？じゃあ金さんの猫のこと泣かせたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪だから。兄さんは死んだ。ミキウダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。
君は私を殺したいものだと思っていたが。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですが、もう使えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。どうかあなたも、あなたを信じた者、そして今なお信じる者のために戦ってください。ティオハリム。わかった。私ももはやスルドではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。キサラの盾ってあんなに大きいのに軽々と回してすげえよな。そうか、見た目ほど重くないんだが。でもあれで守られるとすごく安心感あるよ。守るか。思えば私はずっと守ることに身を捧げてきた気がする。この衛兵になる前からだ。だからお前たちを守るのも私にとってはある意味自然なことなんだ。私は別に必要ないわ。頼むつもりもない。それで構わない。私が守るのは頼まれるからじゃない、守るべきだと思うから守るんだ。あなたもです、ティオハリム。私も。あなたの目的は私のそれと重なります。ならそれは私にとって守る価値があるものです。俺も守られっぱなしになる気はないが、気にかけてくれるのはありがたい。改めてよろしく頼む、キサラ。ああ、任せてくれ。結局ケルザレクは何がしたかったのかしら。何って、そりゃ自分は玉座でふんぞり返って部下にティオハリムを始末させる気だったんだろ。スルドに挑んでも勝ち目がないことくらい分かっていたはずよ。彼は立てこもったりせずにさっさと逃げ出すべきだった。逃げ切れないと思ったんじゃないか。結局は同じことになったが。やけくそになっての一か八かってか。考えようによっては彼もまた私の犠牲者かもしれん。ああ、スルドブリガはレナの至上命題。私はそれを拒否したのだ。
彼にとってはそれがひどく衝撃だったのだろう。序列に背いてまで反旗を翻すことを決意させるほどに。何度も言うが、メナンシアの共存はあんたのその拒否があったからこそじゃないか。理念あってのことではない。誇れるようなものではないのだ。泣き言なら他でやってもらいたいわ。行動すると決めたそばから。シオン。いや、彼女の言う通りだ。この話はもうやめにしよう。フルル、お友達がいるの？ミハグサール。五稜もいよいよ四つ目ね。次。どんな鋭が待ち受けてる。どんなやつだろうと通してもらおう。水の精霊ネガティブゲート結晶を妨害しましたが氷の槍をフリーズランタン大地の元に刻まって光をエアプレッシャー投入変化が見えられる。止めろネガティブゲート重装ライバル。何かに使えそうだな。フルッ邪魔よテンペスタ。こいつ
まっすぐ慌てるな、活路を見出そう。それを止めるためにこの盾がある。分かった、分かったぞ。フリーズランサー、凍りの雪水の盾にフリーズランサー。このもとにまだまだいける。まずはテンペスタ受けろ。ガラテンテンペスタ行くわよ。相手になるよ。いかがだ。ガラテンリムルジェネシック、これをザコには負けねえって。フルッ、うん、コロー、フルッ、うん、何かしら。にぎわってきたかな。近づかせないよ。バレッ、ハイテリアロー、火の精霊に決めた。バレッ、氷の槍は困らないな。フリーズランサー、あの年致命傷になりかねえ。これを殺すなら決めるぞ。私の役割、言われなくても分かってるわよ。外さないわ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。見事な勝利だった。魚影、今見えただろ。こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが、魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか、飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか？それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。ねえねえ、あそこなんかどう？そうだな、狙ってみるか。だっ、手応えがなくなったな。いや、
次こそは。気配が消えたぞ。かからないか。大きさはまあまあか。釣りでも理想が高いんだな。と。来たぞ。次はもっと大きいのを釣りたいものだ。釣りでも理想が高いんだな。釣り上げたぞ、大物だ。あんな竿一本で、不思議なもんだ。と。かかった。これくらいなら楽勝だな。こんな時にも冷静か。来たぞ。まあこんなものか。うまいものね。と。よし。
この大きさでは少し物足りないな。お疲れ様。と、こんな具合だ。はあ、なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ。ああ、すまない。つい、ぼっとしてしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと、地域が違えば住む魚も違う。相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど、試してみる価値はありそうね。食べることに釣られた。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、分かったよ。おう。あら、改めて治癒術とはすごいものだな。褒めても何もで。さっきからずっと一言も口を聞いてないぜ。やっぱり気まずいんじゃない？ミキウダのこととかいろいろあったし。気まずいのこっちだっての。この空気いつまで続くんだ？そう思うなら行ってみればいいじゃない。俺がかよ。なぜ並んで歩くの？単刀直入に行きやがった。私とキサラのことかね。気づいてなかったの？ヴィスキントを出てからほとんどそうだったわ。習慣だろうな。いつでも守れるようにそばに立つ、そういう日常だった。近衛兵だったな。けどデュオハリムなら自分の身くらい守れるんじゃないのか？護衛とは必ずしも対象が弱いから行うわけではないんだ。とはいえ彼らの指摘ももっともではある。私はもう君の主ではないのだから。それが習慣で本人が違和感ないって言うなら別にそのままでもいいんじゃねえのか？でも使えてないのに護衛するなんてなんか変だよ。そうだな、いろいろなことが変わってしまった。ならば新しい状況にふさわしい関係というものもあるのだろう。少し考えてみたい。構いませんか？もちろんだ。だから
そうやっていちいち許可を求めるのが変なんだってば。やはりどうしても習慣になっているのだな。少し気長に見てもらえるとありがたい。金槌の音っていいよな。雰囲気が変わった。油断するな。面倒そうな相手ね。炎を巻き込め。いくらでも相手になってやる。遺跡飛んでいる相手なら任せなさい。フリーズランタン。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。それは分かった。水の精霊に付き合う。いかがだ。大地の元に刻まって。エアプレッシャー。マグナル。大地の元に刻まって。継承妨害された。大地の元に刻まって。エアプレッシャー。大地の元に刻まって味わうがいい。大地の鼓動イミネイティエキスキュー。リムルジェネシック楽をさせてもらった。よし。私の術からは逃れられんぞ。動きが鈍ればこっちのものだ。動
なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした？どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか？あれ、古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか？惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。ああ、何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして？私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろ。そうでもない。こうして手にしていると遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。まあダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。見通しが悪い道が続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいんだな。鋭なのにこんなとこまで出歩いたりするのか。一人になりたいと散歩がてらにね。何も言わずにいなくなるのはなかなか手強そうな。慣れない。ここまでだ。
山の道だからな。慣れてないときついはずだ。そういうキサラは慣れっこなの？ああ、訓練でよく。なかなか手強そうね。慣れない。やらせない。比べて求められるよ。俺の進化だ。この素人だ。勝負の俺が出ば。慣れない。この弾丸で愛と勝つ。はしゃぎすぎたかな。まだまだ行くわよ。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。感情は久々だ。無駄だ。あとはこれで終わる。氷の槍をフリーズ。味わうがいい。大地の鼓動イミネイティ撤去。傷を治すわ。バランス。私に任せて。使い手がいなくなっては困る。私確実についてる。